上がれ心臓の音。この国は甘味で満ち溢れているね。どんな味がするんだろう。甘味が動いてる。これ本当に食べられるのかい。私のキャラいかがかね。船の上に城が。これはうずうずが止まらないよ。この場所は私のもの。強さ認めるわ。これ力の使い方を間違わないようにね。不思議な人だったね。カラクリみたいな動きもしたし。ダメだったな。ワノ国に持ち帰りたかったよ。ならず晴らすぜ。ギガントトールポケット。ジェットミサイル。変な森だな。動いているみたいだけど、入って大丈夫？こんなことで僕を閉じ込めたつもりか。この調子で鳥も逃がすんじゃないよ。テレフォントガンガソリンディズニー爆弾。風船テレフォントガンギガントトールアックス。ポケットポケットポケット。列車の相手はどこだ。ポケット、ポケット風船エレファントガンギガントトールアックス。ゲットホー！どけ！このゴムのー！
ルフィの分身があんなに。僕も分身の術を使いたい。よし、ようやく進めるようになった。客人たち、敵を成敗するのもまた漫遊だね。人を絞るなんて不気味な能力だったな。お、あっちから冒険の匂いがする。この国にはまだ見ぬ甘味が隠れている。動きを読まれるというのはこういうこと。ん？餅で道を塞がれている。おでんに対する挑戦と見た。俺のビスケット砕けるかな。もう街中だろうと構わない。光月おでんド派手に大暴れだ。餅を生み出せるなんて、ワノ国に来たら大人気間違いなしだよ。挑まずにはいられない。君のお菓子の鎧、ワノ国のものに劣らぬ頑丈さだった。よっ、あー、面白そうじゃない。いくぞ。
一つの国？それは気になるね。エレファントガン、ガソリンだ、ビズリーマグナム。少し遊んでやるか。ロケット、よっ、離れ、心臓。どうした、ヨンジ？ジェルマダブルシックスの名に泥を塗るなよ。格の違いエージ、俺をがっかりさせるな。実力がないと王は務まらん。おでんの技の数々、残さず食らわせてやったぞ。この強さはおでんにも引けを取らない。あっちにもうずうずする何かがある。ジェルマダブルシックス総帥の力、存分に見せてやる。ジェルマに手を出す気か。この者の雷、これが俺の最高地点だ。手を出してくれたな。手につけよう。この地を自由に冒険し尽くしたい。壊滅させる許可が出れば直ちに介入する。クソ親父みたいに偉そうなやつだった。これが俺の最高地点だ。あの森、やっぱり気になるね。もう一度見に行こうかな。エレファントガン、ギガントトール、先ほどの恨み、晴らしに来た。エレファントガン、行くぞ。ロケット、ロケット、ロケット、とは気迫が違う。本気の戦というわけだね。雨が消えた。いや、食べたかったとか思っていないよ。分かってるよね。なれ、進行の音、死にな、マリカブラ。牛ゴリラと手を組んだ悪党、光月おでんが討ち取ったり。
よ。ダメガモな。なんだか視線を感じるな。これが俺の見張りがいるんじゃないか。こうなったらやるしかないね。過ごすわけにはいかなかったからね。いねえだろうな。悪いが押し通る。これが俺の最高地点だ。この顔の雷。お前だろ。いやお前だからこそ手を抜くことなどし。来るなら来い。相手になってやる。俺から縄張りを奪おう。何度僕に挑もうと君はおでんの前では持ち巾着だ。エレファントガン、ギガントトールアックス、ポケット、ポケット。あーって戻ってきてやったよ。まんまんまんま。誰の相手であろうと僕は戦う。私に任せてくれ、ママ。邪魔な奴はキャンディーマンにしてやる。また自由を奪われた。こうなったら大暴れするしかない。ガムガムな。バジュラムガン、祈り潰してやる。これが俺の最高地点だ。心ゆくまで漫遊できた。もう僕は世間知らずじゃない。